それでですね、今位置合わせすることなんですけど、これ何度もやらなきゃいけないんですけど、これの強度がですね、ここにマックス値が書いてあるんですけど、これで何にもないところに合わせてちょうどうまくいくようにですね、やっていかなきゃいけないんですね。で、X を動かしてちゃんとあのくぼみの間に入るかとか、非常に面倒くさいことをやらなきゃいけないんです。で、これが外れたら強くなるとかね、外れられてちゃんと穴から外れたら強くなるとか、そういうことをやります。まあ、おおむねいいかなって感じですね。穴のところに来たらこれの半分ぐらいのあたりになるはずですから、ちょっと難しいんですけど、おおむね合ってるような気がしないでもないですね。まあ難しいですね、これね。あ、合ってる気がするな。ここから距離が良くなるんですね。フォーカスはオームなってるかな。合ってますね。フォーカス合ってて、高さも幅もまあオームでいいか。あんま頑張ってもな、疲れるだけなんだよな。合ってる気がしますね、オームね。まあいいかな。うん、強度強くなっていってこの辺り最大値になるはずですね。でその後もう一回下がっていく。ああまあいいか。まあ下がってるな。ああおおむねいいですね。うん、ああおおむねいいですね。あんまりここ
本当はちゃんと絞りを踏んどいてくるところですけど、頑張っても疲れちゃうんで、あ、いいですね。やっぱり前回合わせたからだいぶ楽になってますね。これ最初合わせるときすごい大変だったんですね。これを何度も繰り返してここを調節したりとか、ここを調節したりとか何度もやってですね、大変な苦労をするんですけど、まあ、ああ胸いいかな。そうですね、うん、良い感じがします、良い感じがします。拡大してもまっすぐ上がっていくし、まあ、おめでこんなもんでいいです。本当はもっと絞り込めますけど、疲れちゃう。私が疲れちゃう。216で半分の値ですね。最大値400ですからね。だからいいですね。ここはもっと下がりますけど、いいです。何にもないところは400くらいだったので、おめでいいですね。あ、340か。まあ、ちょっと、爪が甘いかもしれないですけど。ああ、いきますね。うん、400から、これの半分。大丈夫なところの半分ぐらいの値になりますんで、あの穴のところが。ここのところはもっと小さくなっていますけど、4分の1ぐらいになりますけど、4分の1にもならんか。30% ぐらいか。こっちは 50% ぐらいなんですね。まあ、おおむねいいと思います。じゃあ、うまくいってるんで、まあ、これ以上あんまり頑張らないようにします。疲れてしまう。本当にこれちゃんと追い込んでいって、何度もこれを繰り返すんですね。これを変えたりとか、これを変えたりとか、何度もやらなきゃいけないです。それをやってください。でもまあ、おおむね前回合わせた値とかをですね、メモるようにはしてますんで、だいぶ楽になってると思いますね。一応この値とかになってることも思います。なります。まあそれぐらいができてればいいですね。で低倍率から高倍率に変えて、だいたいいいところに行くと、これをしっかりやっとくと、スパッターもちゃんと乗るようになりますし、データも合わせやすいと。見てたところの位置をちゃんと測定していることになります。まあこんな感じですね。非常に大変ですけど。まあ次回からだいぶ楽になると思いますね。今の値もちゃんと覚えておけば非常に楽だと思います。まあ、一応は以上ですね。